ノーベル賞は過去形になった。ノーベル医学生理学賞を受賞した京都大学の山中教授が今後の研究への抱負を語りました。山中教授はストックホルムで開かれた授賞式でスウェーデンのグスタフ国王から賞状と記念のメダルを手渡されました。どんな式だったでしょうか。素晴らしい式でした。メダルはどうでしたか。まだちゃんと見てません。授賞式の後、晩餐会に出席した山中教授はスウェーデン王女の隣の席に座り、会話を弾ませながら華やかなディナーを堪能していました。とっても長い一日でしたけれども、同時にとっても充実した、本当に楽しいあっという間の一日でした。妻の千佳さんはこの1週間山中教授の華々しい姿を見てきました。もう一言では言い表せませんけれども、本当に光栄の一言で、本当に素晴らしい。もうこれからはこのノーベル賞も私にとってはもう過去形になりますので、これからの研究がやっぱり本当に大切ですので、これからの研究を一生懸命やっていきたいと思います。